紅葉の時期に恒例となっている皇居・犬井通りの一般公開が今日から始まりました。令和初の一般公開となった今朝、開門前から多くの人が並びました。坂下門から犬井門に抜けるおよそ750メートルの並木道にはいろはもみじなどが植えられています。訪れた人たちは写真を撮るなどして楽しんでいました。この一般公開は 大上級の見学コースとともに来月8日まで行われています。